総務先生、すいません。はい。書籍が届きました。お、はい。何の書籍これ？関節可動域の書籍になります。お、来たねこれ。先生、これってどういった本なんですか？これはね、関節可動域と書いていながら可動域を測る本ではありません。もう本当にね、臨床の実践に即して関節可動域が硬い症例をどうやって改善するのか、これをね、もう本当に、臨床に即して書いてある素晴らしい本でね、なおかつ特典でね、これ PDF、 日常生活に必要な関節可動域のね、この特徴の PDF がついて、この特典もね、最高です。僕もなんか日常生活で患者さんこれができないんですよって言われた時に、うん、どのぐらいの角度ですかなって困る時があって、あ、そうだね、うん、めちゃくちゃためになると思います。あ、そうだね、皆さんの臨床に引き出しをたくさんくれる最高の本になると思いますよ。